ちくわは、魚肉のすり身を竹などの棒に巻きつけて成形後に、加熱した加工食品であり、魚肉練り製品の一つである。ちくわの起源は、弥生時代とも、平安時代とも言われ、はっきりしないが、いくつかの室町時代以降の書物に、かまぼこという名で記されている。これは、ほっこに見立てた棒にすり身を巻きつけた形状が、カバのほに似ていたことに由来する。安土桃山時代後期、 平らな板の上にすり身を盛り上げて加熱する板かまぼこが現れ、それと区別するために切り口が竹を切った切り口に見え、ちくわかまぼこと呼ばれ、略してちくわになった。明治時代以前は白身魚殻自体が高価な食材であったため、かまぼこやちくわは高級品という扱いであった。スケトウダラサメトビューをホッケなどの魚肉に、塩、砂糖、澱粉、卵白などを加えて練り、 竹製や金属製の太い串に棒状に塗り付け、焼く、蒸す、あるいは茹で上げる。焼いたものは焼きちくわと呼ばれ、蒸したり茹でたりしたものは蒸しちくわ、白ちくわなどと呼ばれる。現代の主流は焼きちくわであり、ほとんどの場合機械によって自動的に焼き上げられる。保存の際、冷凍される焼きちくわは冷凍焼きちくわと呼ばれ、冷凍しないものは生ちくわと呼ばれる。 地域によって用いる魚、形、味にそれぞれ特徴がある。七輪で調理される、ちくわ製造例おつまみとしての販売どんぐり製の、ちくわパンそのままで食用になるほか、おでん、筑前煮、に、煮物、ちらし寿司、うどん、焼きそば、野菜炒め、カレーなどの具として使用されることが多い。煮物に使うとよく出汁が出る。青のりを加えた衣をつけて、天ぷらにしたものは、 ちくわの磯そ揚げと呼ぶ。大抵が半割りしたもので作られる。よく海苔弁当や学校給食のおかずに利用されるほか、セルフ系うどん店のトッピングとしてよく用いられる。また、穴に細切りにしたきゅうり、チーズ、ソーセージやマヨネーズ、からしめん太鼓などを詰めて、趣向やおかずにすることもよく行われる。七輪で炙り、食されることもある。ありがとうございます。